山田拓郎は、日本の政治家。愛知県犬山市長。元犬山市議会議員。元犬山市議会議長。愛知県犬山市あたご町出身。犬山市立犬山南小学校。犬山市立上等中学校。美濃加茂高等学校。名古屋経済大学経済学部卒業。大学卒業後は、民間企業に勤めるほか。 愛知県議会議員の田中宗文の秘書を務めた。1999年4月、犬山市議会議員選挙に出馬し初当選。2003年4月、市議選に2期目の当選。2006年11月20日、犬山市長の石田義弘が、翌年2月実施の愛知県知事選挙に出馬するために、辞職。これに伴って、同年12月17日に行われた。 犬山市長選挙に無所属で出馬。同選挙は、計8名の候補者による争いとなったが、山田は、時点で落選。当選者はかつて秘書として仕えた、田中宗文であった。当日有権者数、58,922人。最終投票率 56.、56.72%2007 年4月。犬山市議選に出馬し3期目の当選。2011年4月。 4期目の当選。2014年10月20日、翌月の犬山市長選挙に立候補することを表明。同年11月30日に行われた市長選では、市民団体、新時代の市長を作る会を中心に、ボランティアらが活発に活動。石田義弘前市長のほか、民主党系や日本共産党所属の市議らの支援も受け、 現職の田中宗文を破り初当選した。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数58,941人、最終投票率 54.13%2018 年、計20人の審議のうち17人の支援を受け、現職の田中宗文を破り再選。投票率は49.63%で過去最低を記録した。 選挙の結果は以下の通り、当日有権者数6183人最終、投票率49.63%。ありがとうございます。